時刻は5時半を回りました。つながるラジオのお時間です。パーソナリティは松山秀和です。この後6時までの約30分間、皆様最後までお付き合いください。この番組はみんなとつながる広がるをテーマに、青森県の津軽からお届けしております。はい、本日は7月の23日の日曜日になります。今日もつながるラジオをお届けしてまいります。さて、3連休終わりまして、ね、もう7月も下旬になりまして、夏真っ盛りを迎えておりますけれども、毎日のニュースで、ね、猛暑だとか、すごい、ね、なんか40度ぐらい気温上がったりとかもしてるみたいですけどね。かえって沖縄の方がそんなに気温上がってなくて、あれですね、東海地方とか関東の群馬とか埼玉とか、あの辺りの方が気温上がってるんですね。なんかすごくそれもちょっと不思議だなぁと思いながらニュースを見ています。あとはすごくこう雨もね、ちょっとこう心配な地域もあってですね、聞きなられてる皆様のお近くは大丈夫でしょうか、ね。すごくこう暑さと雨と、大変な思いをされている方もいらっしゃる中なので、ね、すがすがしい夏を迎えられてない方もいらっしゃるんじゃないかなって、そんな気持ちにもなっているんですけども、はい。私たちが住んでいる青森県はですね、やっぱりこう30度超える日も7月だいぶ多かったですし、ありがたいことに、ね、雨は九州に比べれば少ないんですが、ちょっと先日ですね、やっぱ秋田県と青森県の方でもかなり豪雨がありまして、少し被害がですね、大きく出てしまったところもあります。まだまだね、異常気象なんて言われてますので、例年にない暑さとも言われてますんでね、ちょっとこう8月これから迎えますし、夏はまだもう少し続いていきますので、その辺はちょっと気をつけてね、行きましょう。はい。私が住んでる弘前市はですね、その雨のちょっとこう大きな被害っていうのは今のところはないんですが、収録している段階ではなかったんですけども、気温も今日の収録日の段階だとですね、24度5度ぐらいの最高気温ということで、もしかしたら皆様のお住まいの地域よりもかなり過ごしやすいんじゃないかなと。毎朝ニュース見てるとですね、なんかこうサーモグラフィーでね、お昼の番組なんかかな、こんだけ暑いんですよってね、もうサーモグラフィーで真っ赤になってるのを見たりすると、僕らの地域はまだいい方なんだなと、ちょっとそういう風な、毎日そんなことを考えながらテレビを見ております。はい。メッセージもですね、募集しております。メールアドレスは797@fmgino1.com、 すべて小文字です。797@fmgino1.com。 こちらの番組は YouTube でも、お送りしております。 FM ギノワンさんの YouTube チャンネル、もしくはですね、今 YouTube ご覧いただいている皆さんいらっしゃいましたら、私の、画面の左側、右側かな、QR コード横にありますのでですね、こちらに QR コードを読み込んでいただきましたら、つながるラジオのそのまま YouTube に飛ぶこともできます。そちらからもご覧いただけますのでですね、どちらかチャンネル登録の方もお待ちしております。あとはアプリですね、オンタイムでは、リスラジかマイチューナラジオ、ダウンロードいただけましたら、聞くことできますのでですね、よろしければ、楽しんでいただければなというふうに思います。それでは今日もどうぞよろしくお願いいたします。この番組は青森県弘前市で創業46年、弘前アルミ証券の提供でお送りいたします。ガラスが割れてしまった。内窓をつけたい。玄関ドアをリフォームしたい。カーポートを設置したい。家の中に手すりをつけたい。お家のお困りごとは何でもお任せください。この道一筋の職人が皆様のお悩みに寄り添います。今なら窓のリノベーションが補助金を使ってできる可能性があります。詳しくは弘前アルミ証券ホームページ、Facebook ページからお問い合わせください。はい、改めましてつながるラジオをお届けしております。お相手は松山秀和です。どうぞよろしくお願いいたします。
青森県のですね、弘前というところからつなげておりましてですね、ちょうどもう少しでお祭りも始まるということで、街の中はお祭りの準備の雰囲気も漂ってきている、そんな青森県になってきました。ね、青森で言えばねぶたとね、いう大きな祭りございますし、県内各市町村でですね、夏祭りやっぱあってですね、いろんなタイプのお祭りがあるんですよ。もしよろしければですね、過去のアーカイブというかですね、過去の YouTube でも、ねぶたとねぷたっていうものがあるんだぞっていう、そういった違いがある祭り、ね、似たような名前なんですけどね、ちょっとの祭りの内容が違うっていうこともね、お届けしているラジオもありますんで、よろしければご興味ある方、ご覧になられてみてください。はい。ということでですね、今日は、先週ですね、ゲストをちょっと初めてお迎えして、斉藤望さんをお迎えしてですね、いろんなトークを広げてきました。まあ、すごく多彩な方なんでね、ちょっと引き出しきれなかったんですけど、またぜひね、ゲストにも来ていただきたいなというふうに思ってますし、ちょっとまだ、ご覧になられてない方はぜひご覧ください。沖縄の方にですね、ぜひ見ていただきたいです。ブックソリューションジャパンというものもですね、NPO 法人の理事もされてらっしゃる方ですので、書店がない地域、町の本屋さんを復活させよう、そんな活動もされていらっしゃる方でいらっしゃいますんでですね、どんな活動かっていうことは前回のちょっと放送でお話しさせていただいてますのでですね、YouTube の概要欄にも貼ってあります。ね、私のつながるラジオの YouTube の方からね、私の QR コードから、行っていただけたら、スムーズに行けるかなというふうに思いますんでですね、ぜひご登録、ご覧、ご視聴お待ちしております。はい、今日のお話です。はい。今日ですね、お話しすることは、ユニクロの、お客様の声で、どのように集めているの、その後どうなっていくの、そんなお話をしていきたいと思います。はい、ユニクロの話ですね、していきます。まあ、初めてね、ご視聴いただく方もいらっしゃるかもしれませんのでですね、私もともとユニクロでずっと長いこと15年ほど勤めておりました。店長やったりですね、まあ、エリアのマネージャーみたいなことやったりですね、あと本部行ったりですね、そんなお仕事をずっとしてたので、私のこう仕事のですね、大部分は、ユニクロでできていると。人生で大切なことは全てユニクロから教わったと。そんな、職歴を持っているんですけども。はい。なので、まあ、ユニクロのこととですね、GU のことは、まあ、人よりは少し詳しいかなと。働いていたので そんな人間です。で、つい先日といってももう1ヶ月ぐらい前ですかね、皆様もニュースご覧になられた方いらっしゃるんじゃないでしょうか。ユニクロの SNS、ツイッターだったと思いますけどね、公式ツイッター、ユニクロの公式ツイッターが、まあ、お客様の声に反応したっていうニュースがあったんですよ。で、まあ、どんな話だったかというと、まあ、ざっくり言うとですよ、ある商品が、まあ、ちょっとこう廃盤って言ってね、もう生産中止になるっていうような、まあ、見込みだった商品があってですね。で、とあるお客様が、そのツイッター、公式ツイッターにですね、ユニクロの公式ツイッターに、この商品はすごくいい商品だから、もう残してほしいと、いうようなことをですね、まあ、伝えたんですよ。で、まあ、通常であると、ね、なかなかそういうのにこうツイッター上でこう反応してみたいなことって、そこまで数は多くないのかなって想像してるんですけど、まあ、今回は、その公式ツイッターがですね、お客様の声に、そのお客様の声に反応をしてですね、まあ、この商品を、お問い合わせいただいた商品を、まあ、販売を継続することに、決めましたと。いうようなことをですね、なんか1週間か、それくらいかな、そんな経ってなかったと思いますけど、3日ぐらい経ったくらいの感覚ですけど、すぐにこう返信して、その対応がすごく良かったと。で、お客様も嬉しいということで、ニュースでですね、取り上げられてたわけなんです。で、まあ、ユニクロの中でですね、そういったお客様の声っていうのは、やっぱり非常に大事にしているんです。っていうお話なんですけど、まあ、その公式ツイッターの反応からもですね、よくわかるかなと思うんですが、
今はですね、ちょっと私が勤めていた頃は少し古い時代なので、今現在がちょっとどうなってるかっていうのはちょっとわかんないですけど、当時のお話交えながらお話しするとですね、まずは、当時はまだこうセルフレジとかじゃなくて普通に人がレジを打っていた時代だったので、レジの前にですね、お客様の声をお寄せくださいっていうハガキが置いてあってですね、でそのハガキを、まあ何かお客様ご意見したいなとか何か要望を出したいなっていう時はそのハガキをお客様に、お持ちいただいたりとか、あとはまあ場合によってはこちらからお配りをしたりとかですね、そういうことをして、まあ、意見をこういただいていたり、もちろん直接ね店頭でご意見賜ることもありますんでね、もちろんそれも一つの手段なんですけども、お客様の声っていうそういったハガキを使ってました。で、まあ、今はねそういう店頭に入ったハガキっていうのはもう多分ないと思うんですが、今もうほとんど、ウェブで受け付けたりですね、公式の、ウェブサイトとかにもですねお客様の声をお寄せくださいっていうようなことを、そういったページがあります、そういったところから集めています。はい。で毎日ですね、本当に多くの声を頂戴するんですよ。本当ありがたいことに。で、いろんな、まあ、その声といってもいろんなことがあってですね、例えばそれはお店に関すること、お店のサービスが良かったぞとか、ちょっともうちょっと頑張れよというエールだったりですね。あとはちょっとこれひどかったっていうような声ももちろんそういったこともいただくことはありました、し、その他にも商品にまつわることですね、この商品のこういうところが良かったぞとか、こういう部分をもっとこう改善してほしいって改良してほしいとかですね、こうなればもっといいのにっていうそういう声もありました、で、あとはこういう色が欲しいとかね、そういう要望も商品にまつわる要望ですね、で、まあ、先ほど言ったツイッターの例もそうですけど、なくなってしまった商品を、復活させてほしいと、再復活してほしいみたいですね、そういう声もいただくことももちろんあります。はい。よくね、私が勤めていた時はですね、よくその商品でいただいてたことで結構明確に覚えてるんですけど、ポロシャツですね。で、ポロシャツっていうと、まあ、ほとんどの場合こう半袖ポロシャツをイメージされる方が多いかなと思うんですよ。なのでまさに今ね、ユニクロのお店に行ったら、店頭に並んでるのは半袖のポロシャツなんですよね、で今多分作ってないと思うんですよ。ちょっと今後の商品は分かんないけど多分今は作ってないかなと思うんですけど、よく私も問い合わせ受けていたのは長袖のポロシャツはないんですかっていう声はですね、非常によくいただいてたんですね非常によくいただいてた、で、この長袖ポロシャツ問題っていうのはですね、すごくこうお客様の声を私が働いてた当時はですよ、いただいて、そういう声を本部の方にですね、お店の人間として、情報を上げていくんですけど、よし分かったと、で作って長袖ポロシャツを販売したことももちろんあるんです、そうするとね、なんか分かんない、不思議なんですけど全然売れないんですよねあれなんでなんかな、ちょっと分かんないですけど、なんか私で2回ぐらいそんなことがあってですね、やっぱ売れないとちょっとこう売れない商品はね、やっぱ売れる商品に振り返っていった方がいいわけなので、作らなくなってしまうっていうね、そういうどうしてもユニクロっていうのは自分たちで商品を作って自分たちの店舗で売っているので、売れない商品やっぱ作れないんですよね。なるべく売れる商品を作っていきたいっていう気持ちがやっぱあるので、長袖ポロシャツお客様の声で作ったんだけどやっぱり数があまり売れないと、そうするとなくなるんですよね、そうするとまたお客様の声が届き始めるんですよ。長袖のポロシャツが欲しいっていうですね、声が届き始めて作ってみる、
けどやっぱりなかなか芳しくないっていうね そういうのが ちょっと僕の中で長袖ポロシャツ問題だって勝手に呼んでるんですけど なぜかちょっと売れなかったっていうね、まあ売り方にも問題があったのかもしれませんけどね、でも一応そういう形でお客様の声って反映されてるんです。で、あとはお店で買うわけじゃなくてですね、オンラインストアで、そのまま商品ご購入される方もいらっしゃると思うんですけど、そういったオンラインストアに関することでも、窓口というかですね、そういうフォームっていうのはお客様の声として受け付けるフォームがあります。こういうふうにカテゴライズした方が分かりやすいぞとかね、カテゴリー分けた方がいいよねとか、あとはレビューっていう形でもですね、お客様の声として反映されていきますね。商品買って、この商品がめちゃくちゃ良かった、なんか星4つとかね、星5つみたいな、ああいう食べログ的なやつ アマゾン的なやつですね そういう、こう星をつけてちょっとコメントをこうレビューとしてくださると、次にお買い物を検討されてるお客様にとって、まあ、有益な参考の情報になるということでですね、そういった意味でもお客様の声っていうのはオンラインストアでも反映されていきますというような感じですね。で、まあ、なんで、いろんな、こう、角度からですね、お客様の声っていうのをこういただくわけなんですよ。そうすると、まあ、毎日になると、やっぱりですね、全国、あと、まあ、今、世界にあるので、さすがに、こう、世界のものを、日本では、私の時は当時は見れませんでしたけど、今はちょっとわかんないですよ。わかんないけど、当時は日本のユニクロだけのものが、全部の声が見ることができたんです。だから、集計にはまあ時間かかるので、集計し終わったものが毎日毎日来るんですよ。もうちょっと、まあ、ざっくりですけど、多分1日に届く毎日店舗にね、そういうお客様の声だよって、この商品とかお店のサービスに関してとか、お店についてとか、まあ、そういったものすべてひっくるめると、多分500件ぐらいは平気であったと思いますね。まあ、1日でですよ、毎日届く件数として。だから毎日500件ぐらいはお客様、僕も日課にしてたんですけど、毎朝読んでたんですよ。だからお店の声として、そうするとやっぱ参考になるんですよね、すごく。なかなかお客様としてダイレクトに店員さんに伝えてくださるお客様もいると、まあ、ちょっとユニクロってね、大変申し訳ないところはあるんですが、お声がけをしたいけど店員さん見つからないっていう経験をお持ちのお客様もいらっしゃると思うんですよね。そうすると、こう伝えたいけど伝えられない、店員さん見つけられなかったからっていう場合もきっとあると思うんです。そういう時はこういったお客様の声の、ウェブのフォームをね、使っていただければなというふうに思うんですけど、全部届いてます。ちゃんとお店の方に全部届いてます。で、具体的なお店のについてのことだと、そのお店に対してちゃんと届いてます。で、なんかこうスルーされたりとかですね、もちろん一個一個にこう返信することはね、なかなかこう叶わないこともあるわけなんですが、ちょっとこう不満足をね、与えてしまったとか、ご不快の念を与えてしまったお客様に対しては、きちんとご連絡を差し上げるみたいなことをですね、私が勤めていた時はやっておりました。なので、すごくこう、そういった意味だとありがたいものなんですよ。なかなかこう直接言ってくれるお客様の方が少ないので、直接じゃない形でですね、間接的でも伝えていただいた方が非常に嬉しいですし、そこの、まあ、例えばお店に対するクレームだとしたらですよ、もっとこうした方がいいんじゃないっていうふうな改善点を提案するクレームだとしたら、そこの改善点を具体的に示してくださってるわけなんで、それをお店としてもリアクションして、反応して、そこを改善することができたら、地域のお客様にもっと愛されるお店になるわけじゃないですか。で、これは商品にも一緒ですよね。ここを改良したらもっと良くなるよっていう声が多ければ多いほど、それはもっと売れる商品になる可能性が秘めているっていうことになるので、そういう意味で、やっぱ非常にお客様の声ってありがたいわけなんですよね。で、なんかその最近はですね、私が勤めてた時はないんですけど、そういうお客様の声を反映させて、商品がこういうふうに変わりましたよっていうこともウェブ上で、もうアップしているんですね。私も実は最近知ったんですけど、
そういうこともやってるみたいで、ユニクロアップデートっていうですね、サイトがあるんです。よろしければですね、検索していただくか、私個人のこのつながるラジオの YouTube チャンネルのね、この QR コードから行っていただいたら、概要欄の方に貼っておきますんで、そちらからちょっとご覧いただければなというふうに思うんですけど、面白かったですよ。ちょっと一例をね、ちょっとご紹介すると、女性もののね、デニムジーンズですね、ジーンズでウルトラストレッチジーンズっていう商品があるんですよ。これはもうずっと長いこと売り出しをしている商品で、私が勤めていた時からもずっとある商品で、本当になんすかね、デニムのこうど真ん中というか、デニムといえばこれを履いていただきたいですっていう風な、やっぱ売れ筋の商品なんですよね、で、このウルトラストレッチジーンズ、2023年の秋冬モデルだから、ちょうど今もう並び始めていると思いますけど、もう並んできている新しい、商品名は変わらないけど、その秋冬モデルとして登場しているウルトラストレッチジーンズはアップデートされていると、お客様の声を反映させてですね、で、どんな風にアップロードしたかっていうのをですね、そのこのユニクロアップデートっていうサイトに載ってたのでですね、ちょっとご紹介させてくださいね、定番のウィメンズのウルトラストレッチジーンズは、伸縮性の高い快適な履き心地はそのままに、ミドルライズにアップデートしましたと。で、ミドルライズっていうのはですね、何かというと、いわゆるこう日本語で言う股上と言われているやつですね。股上を、ミドルライズなので、大中小にあったら、中ぐらいにしましたと。なんで、多分ね、前回まではローライズだったのかな。ローライズだから、ちょっと股上浅めだったんだと思うんですよ。それがミドルライズなので、ちょっとこう、履きやすさがアップしたよということですね。続けます。膝下がまっすぐに見えるストレートシルエットになり、幅広い層の方に着ていただけるデザインになりましたと。ということですね。これ、ストレートシルエットになったっていうのは、これどういう意味かというと、デニムのですね、こう、裾が、太ももから、ふくらはぎに行くにつれて、以前はこうテーパードだったんです。テーパードっていうのは太ももからふくらはぎに行けて、しぼんでいくっていう感じですかね。こうシューンとこうしぼんでいくっていうのが、テーパードだったんですよ。で、このテーパードシルエットからストレートシルエットになったと。これは太ももの、だいたい周りの大きさから、ふくらはぎまでのこの太さが、ちょうどこう円錐状、円錐じゃないな、円筒状っていうんですかね、円筒状っていうんですかね、そのままの同じ広さぐらいな感じになりましたよっていう、そういうふうなシルエットの変更です ね。それを、なんで履きやすくなりますよね。テーパードだとこうちょっとこうスーッとこうスキニーっぽくね、こうスーッとなっていくんで、それがこうストレートになると、幅広い層の方ね、年配の方でも、ちょっと書きやすくなってきましたよっていうことをここでは書いてありますね。で、ご好評いただいている、続けますよ。ご好評いただいているウィメンズのバギージーンズもローライズになり、バギージーンズもね、人気ですもんね。バギージーンズもローライズ、先ほど言ったこと、股上浅めですね。浅めになって、よりトレンド感のある着こなしを楽しみいただけますと。ワークパンツをベースにしたメンズのワイドフィットジーンズは、すっきりとしたストレートシルエットになり、着こなしの幅が広がりましたということで、ワークパンツもね、結構最近流行っているようなんでね、なんかそういうトレンド、傾向、流行りみたいなのをですね、取り入れて、今までの商品名は変わらないんだけど、新しい商品、ウルトラストレッチジーンズとして、モデルチェンジをしましたというようなことが、このユニクロアップデートっていうサイトには、一例ですけど、書いてありましたね。で、他にもね、結構たくさんあるんですよ。お客様の声を反映して、こういうところ変えた、みたいなのですね、たくさん載ってたので、ぜひですね、なんか、皆さんユニクロをもしお持ちでですね、こういうの商品の、ここがちょっと、例えば首周りが狭いとかね、肩の周りが狭いとかね、裾が長いとかね、なんかいろいろ多分、ちょっとした気づきあると思うんですよね。そういうのを、ぜひこういうサイトとかに、お客様の声として上げていただきますとですね、このユニクロアップデートっていうサイトで、もしかしたら商品開発担当者がその意見を見て反映してくれるかもしれないということですよね。そうすると、こう自分の言った意見が店頭に並ぶとなるとね、結構嬉しくないですか。
で、そんな、すべての意見がね、ちょっとこう取り入れられるかどうかっていうのは、またちょっと難しいところもきっとあるかもしれませんけど、要望するのはただなので どんどんね、要望するのも楽しいんじゃないでしょうかというふうに思いますね。はい。まあ、今日はですね、このユニクロアップデートっていうそのサイトもですね、ちょっとご紹介しながら、ぜひ、ラジオ聞き終わったらですね、ちょっと携帯で調べてみてくださいね。面白かったので、はい、っていう感じです。ということで、ね、あっという間のお時間になるんですけど、エンディングのお時間になりました。今日はですね、ユニクロの商品のお客様の声、お店とか、あと商品とか、いろんな、ね、なんか要望っていうのは、実はどういうふうになってるのと、お店の人にも全部届いてますし、商品開発の携わっている人にも全部届いてますし、その届いた結果として、こういうふうにアップデートしたよっていうのは、サイト、ユニクロアップデートっていうサイトにも実はありますよというようなですね、お話をしてました。本当にユニクロはですね、結構大事にしてるので、こういったお客様の声、非常に大事にしてるので、ぜひ、このラジオ聞いたりして、YouTube ご覧いただいて、ちょっと、あっと思ったらですね、書き込みをしてみてはいかがでしょうかということでございます。はい。毎週5時半はですね、つながるラジオをお届けしております。よろしければですね、私のこの YouTube のご覧いただいている皆様、QR コードありますので、私にまつわる、URL、リンク、いろいろ貼っております。ノートではですね、毎日情報発信とかさせていただいております。いろんな仕事のこととかですね、あとは日々感じたこととか、今考えていることとか、なんか気ままにですね、毎日発信させていただいております。結構続けておりまして 何十日ぐらい 毎日ちょっと必ず、ノートに投稿させていただいておりますのでですね、読んでよかったなと思ったら、好きっていうね、いいねみたいなボタンがありますんで、ぜひ押していただければなというふうに思います。YouTube でもね、ご覧いただいたら、いいねボタンを押していただくと励みになりますのでですね、ぜひお待ちしております。ということでございます。はい。それではまた、来週の日曜日5時半にお届けしましょうじゃないですね。お会いいたしましょう。お相手は松山英一でした。どうもありがとうございます。それではさようなら。